巨大の皆さん、今日はまだ、キストは私たちを自分の心まで導いてくれます。彼の生き方、そして彼のうちに改めて生まれたキスト者の生き方を表してくださる。それをするためには、私たちに一つの簡単な質問を出します。この福音の一つの質問は、すべてをまとめます。その質問はこれです。この質問はこれです。あなた方は空の鳥よりも価値のあるものではないか。まあ、自動的に当たり前。私たちには、空、あるいは他の動物よりも価値があると答えるんでしょう。ですけど、そんなに簡単な答えではない。私たちの社会には、ちょうど反対の答えがあります。この社会は逆に答えます。見て、Facebook。例えば Facebook には、どんな国でも、猫、犬、いろんな動物がしょっちゅう出てきます。その小さな猫は子供たちと遊んだり、犬は、大きな犬は赤ちゃんと寝たりすると。そしてそれだけではなく、ディズニーの映画を考えてください。すべて動物。すべての映画には動物が出てくる。動物は中心。人間ではありません。しかも家族はない。普通の家族でもありません。では、60年、70年前から始まった考え方。あるいは、この考え方は少しずつ少しずつ少しずつ社会に広げられた。私たちはこの考え方の中に、この社会の考え方の中に暮らしています。私たちの目はどこにおいてもそれを見るべき。今、現在の映画、小説、Facebook のに現れるちっちゃなビデオとか、どこでも、これは、異邦人の考え方を表す社会です。まあ、日本ではよくわかりますね。命と言ったら、やっぱり命はどこでも一緒。人間にも、動物にも、植物にも。でしょ？で、この考え方は、異邦人の考え方です。つまり、神はいない。神は、人間を作ったことではない。あるいは、人間を作っても、良い神ではない、父ではない。それは、蛇、悪魔の誘惑が出てきます。その一番最初、聖書の文に戻らなければならない。この福音の裏には、今日の福音の裏には、この始めが隠れています。蛇は動物です。数値に住む動物で、神が人間を作った時には、ああ、それは重ねてよかった。他の作り物の前でよかっただけという。そして人間を作った時には、さあ、埋めよう、増えよう。そして、すべての植物、すべての動物を支配しなさいと言われる。しかし、悪魔は蛇の形で人間に近づいて、あなたが本当に神であるならば、どうして従順を守らなければならない。あなたは神と一緒ではない。彼のイメージ、彼の姿にかたどっていません。あなたは彼の下でしょ。だから自分で神になって、自由に考えて、自由に決めて、そういう偽りに耳を傾けた瞬間には、人間はその価値観、その豊かさから落ちてしまいました。それを失ってしまいました。動物のようなものとなってしまった。しかも、動物よりも、奴隷となりました。価値のないものとなりました。だからこの福音は、異邦人には、わからない。神を知らない人、あるいは、切った者には、この福音は、大きな、つまずきです。嘘です。どうして？
動物数、キリストは、そう言ってます。見て、空の通り。見て、花。花を見て、働きもせず、心配もせず、すべては与えられます。ただ、取りに行かなければならない。ただ、自然が彼らに与えるものを迎えるだけ。しかし人間は働かなければならない。疲れなければならない。戦わなければならない。お金を儲けなければならない。それは罪の結果です。罪の結果、あるいは神の恵みに生きることのできない状態です。なぜ神を知らない異邦人、異邦人で、私たちもキリスト者でありながら、この毎日の誘惑を聞かなければならない。いつも悪魔が私たちを狙っています。私たちを囲んでいます。同じ偽りを耳に入れます。いつも私たちを惑わそうとしています。神から離れるようします。語ります。説明します。だからキリストは今日、薄い、信仰の薄いものよ。私たちを知っています。ご存じます。だから神が、御父があなた方には必要なものであるのは何であるかを分かっています。私たちが必要とするのが、まず信仰。まず大人の信仰。まず神が私を作ったもの。神は私のお父さんであるということを経験して信じること。これは最後のキリストの言葉の解釈です。あなた方はまず神の国を求めて、神の義を求めなさい。そうすれば、すべては与えられます。こういう意味です。キリストに従って、キリスト教会の教えに導かれて、歩みなさい。そうすれば、天国に戻ります。神の国に戻ります。あるいは神の国に暮らす。神の子として生きる。そうだったら、すべては与えられています。すべては与えられます。それはマジックのことではないえ。意味は、私が車が、その車欲しいだから、その仕事をしたいから、このなんていうの、奥さんが欲しいとか、その主人が欲しいとか、健康が欲しいとか、そういうことではないよ。すべてが与えられます。すべてが与えられるという意味は、すべてにおいて愛するきっかけを見つかる。そういう意味。物と人は私たちを世話するものではない。私たちはキリスト者としてすべてに使います。どうして？すべてにおいて神を見つかる。すべてにおいて神を見る。すべてにおいて神の御旨をわきまえます。識別することができます。だから、教会の中で歩みましょう。この福音の中の裏には、アブラハムの姿が出てきます。このアブラハムの姿は信仰の姿です。信仰。アブラハムは神が何でもできるということを経験して、死から命を取ることを分かったので、経験したので、神の国を求めることができた。その義を探した。だからモリア山を登った。どうして？彼の中には信仰がありました。山の上に神が計らってくださるだろうと。山の上に、すべての状態には、毎日の苦労の中には、毎日の十字架の上には、御父が計らってくださるだろうという信仰まで私たちも呼ばれています。